はい、こんにちは。バーテンダーの前原です。はい、今日はですね、こちらの福袋を開けていきたいなと思いますね。はい。昨日の動画に引き続き、福袋なんですけれども、これはスターバックスの福袋ね。うちの奥さんが当選しまして、パパ外れちゃったんだけど、それで購入してきたやつですね。で、これはですね、一家っていう服屋さんの福袋だね。これがエイシン君の5000円のやつね。で、これがパパの1万円の福袋です。はい、なんでこれ後で着替えてみようかね。じゃあまずは、スタバから開けようか。はい。この袋に入ってて、ここロゴでしょ、で、こっちスターバックスの文字入ってるね。ね。これ自体もなんか使えそうだよね。じゃあ開けてみよう。ちなみにお値段は5560円プラス税。ああ、じゃあ行きますよ。よいしょ。よいしょ。お、なんかいろいろ入ってる。本当だ。まずはこれ。あ、型だね。アイスキューブトレスターブルーっていうのかな。あ、つまりあの氷だね。星型の氷をつけるんだ。星型の、スタバの氷がつけるんだね。はい、ブランケットだって。スタバのブランケット。ブランケット。あ、いいかも。ジッパーバッグ6枚セットだって。ジッパーバッグ。これなんか使える。スターバックス福袋2019ビバレッジカードセットだって。エシン君、開けましておめでとうとか言って、あ、こうやって渡して、ね、ここにメッセージが書いてあるだけじゃなくて、ドリンクチケットまでついてるって。いいじゃん。これ普通にうちらだけですか。なんか広いけど。あ、ビア、ビア、コロンビア、この間ね、のレギュラーコーヒーだって、引いてあるやつ。しかも両方レギュラーコーヒー、両方とも引いてある粉ですね。すげー。サンドイッチボックス。サンドイッチボックスね。で、最後がこれ。え、お、でかい。あ、これだ。耐熱ガラスって書いてある。あ、じゃあコーヒーも耐えられるんだ。そうそう、120度まで大丈夫だって。いいね。じゃあここにこのビアとかね、入れてコーヒー飲めるわけだね。うえ、すげー。タンブラーとか入ってないんだな。以上ですね。こんな感じ。あー、普通にね、ランチボックス。ランチボックスじゃなくても、小物入れとしても使えそうだね。そうだね。これサンドイッチ入れるのに使うやつだね、本当は。そうだね。はい、ということで綺麗にしまいましたけど、スタバの福袋でした。よかった。じゃあ続いて一家なんだけど、まあ一家。違う、ダメ。僕からだ。あ、そっか、分かった。じゃあ、エイシン君からね。はい、じゃあまずエイシン君の方から開けましょう。いい感じの袋だね。じゃあエイシン君がじゃあ出してね。結構なんか上下揃ってるみたいなんで、開けちゃっていいよ。だからこれ、うわー。おー、結構大きめのアウターだね、これ。おー、すごい、いきなり。すごいの入ってるよ。よいしょ。あ、これパンツだね。あ、違うんだ。じゃん。これなんか。これの。これがシャツだ。シャツ。本当一式揃ってる。あ、そうだね。これ一番下に着るシャツだね、きっとね。T シャツかな。おお。あ、結構かっこいい。この一家ってとこね、うちらよく買ってる、気に入っててね、買ってるんだけどね。あ、いいじゃん。いいね。ちなみにこれはいくら相当？あ、いくら相当ってのは書いてないんだ。これがトレーナー。トレーナー。おお。おお。いいじゃん。ザメットって書いてある。メット。メット。あ、これはゴムのパンツになってるから、おー、よかったよ。いいじゃん、エイシン君が好きなタイプだね。で、細身だね、結構ね。おー、いいじゃん、いいじゃん。いいね、いいじゃん。色合いもいいじゃん。ここにアウターですね。あー、すごい、これすごいいいやつ。気持ち、外だり、超気持ち。すごいじゃん。あ、こういう風になってるのね。あったかそうじゃん。すげー、よかったね。普通に着れますよ、これ、エイシン君。うわー、いいの着た。いいの着たね。じゃあ、ちょっと、あとでエイシン君はこれ着てみましょうね。はい、続いて、1万円の福袋。これは大人用ですね。パパの福袋、大きいね。大きい。まあ、ほら、サイズ的に大きいから。それはしょうがないんだけどね。アウターが、うわ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 、でかい。似てるようなのが来た。お、お、首に巻くやつはネックウォーマーだね。あったかそうだ。これがジャケット。うわ、あったかそう。パパ着ないようなタイプの。これがシャツ、ね、シャツ面白い。シャツだ、ね、ここだ。さらにこれがこれもシャツだ。なんとパパのパンツ入ってなかった。以上ですね。まずはこのワイシャツですね、うん、あ、いいかも、いいかも、こういうシャツね、パパね、あんま着ないから。それワイシャツって言うんだ。ワイシャツ、ワイシャツ。続いて、ロング T シャツだね。これもパパ着ないようなやつだね。このストライプのね。そう、ボーダーのストライプ。続いてこちら、これセーターだね。セーターだ。完全に着ないようなんだね。マーティー、これで抱っこしたら真っ白になるよ。そうだね、マーティーは抱っこできないな。
続いてこちらネックウォーマーだね。おー、裏側がこのファーになってる。あー、いいなー。これはあったかいやつだよ。いいな、うえー、こういうやつね。いいな、はい、あー、気持ちいい。はい、じゃあ最後アウターでございますね。これすごいよ。え、に、あ、僕のとほぼ一緒。似てる、似てるけどちょっと違うね。え、すごいいいんだけどこれだけで1万円以上しそうなやつだな、うん、すごいいいんだけど。あ、なんか僕と同じだ。あのパパは最近スーツは着ないけど、スーツでもこれ着れそうな、ね、いいアウターだね。これマジでいい。じゃあ今日出たやつ全部着てみちゃうか。ういはい、じゃあ行きましょう。はい、ということで着替え終わりましたんで入っていきましょう。ういイエーイはい、こんな感じですパパはね。はい、じゃあイシン君どうぞ。あったかい。ういぃ、はい、来た、いいね、いいね、いいじゃないか。いいね上のこれ似てね。似てるね。似てる、うん、まあでも、ね、パパの方はちょっとね、こうメッシュ生地っぽくなってんの。はぁ、あ、えちゃんのはナイロン生地っぽくなってんのかな、うん、いいね。うん、違う。あ、お、お、こんなとこにポケットある。はははは、え、あ、すごい。なんか入れとけられるじゃん、うん、横ポケットあんの。あるね、ポケットもある。中に T シャツ着てて、でワイシャツ着て、ちゃんとセーター着て、その上にこのアウター着てますね、うん、僕も中にシャツ着てる。うん、これいいよ。エシ君このズボンもね、すごくちょうどぴったりでね、うん、よかったですね。キリシン君はこれはめてもいいよね。うん、あったかいね。はい、ということで今日はですね、このスタバの福袋と、一家という服屋さんの福袋、2つ合計3つ開けてみましたね。うん、なかなか良かったよね。うん、うん、うちはコーヒー飲むんでこれはすごく活用させてもらいますね。うん、はい、エシン君は満足ですか。うん、満足。良かったですね。うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画いつもとコンテンツ出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。